移行に向けて、ABAP カスタムコード調整の準備を行いましょう。後半のセッションを始めます。前半でもお伝えいたしましたが、カスタムコードの解析ツールのご紹介が後半の内容になります。ポイントといたしましては、カスタムコード調整が必要な箇所を検知するためのツール、ABAP テストコクピットが用意されていること、このツールを移行前に実施していただくことによって、調整箇所のボリュームを事前に把握することができる。また、同じツールを移行後に使用していただくことによって、調整作業のエントリーポイントとして使用することが可能であること。また、使用履歴情報と移行チェック情報から不要なカスタムコードを確認するツールが用意されており、このツールを使用して不要なカスタムコードを事前に削除することによって、移行後の調整工数の削減が可能であることになります。それではカスタムコード解析ツールの詳細に進んでいきたいと思います。ABAP テストコクピットと呼ばれるツールですけれども、このツールを使用して SAP S/4HANA 化に伴うカスタムコードの影響分析を行うことができます。ATC は変更されたオブジェクトの一覧情報、この一覧情報をシンプリフィケーションデータベースと呼んでおります。一覧情報を参照し、カスタムコードをコーディングレベルで解析いたします。シンプル化の影響を受ける可能性のあると判断されたオブジェクトやコーディングに対しては、関連する SCP ノートが提示されるようになります。ATC の最新のチェックを実行するためには、SAP ベーシス752以上のシステムが必要となってきます。セントラルチェックシステムから ATC を実行して RFC 接続にて既存のシステムにアクセスした上で分析を行っていくようになります。まずはセントラルチェックシステムにシンプリフィケーションデータベースを取り込んでいただくようになります。このシンプリフィケーションデータベースの中には、シンプル化によって変更された標準オブジェクトの一覧が含まれております。この一覧のそれぞれのオブジェクトに対しては、関連する SAP ノートが紐づいておりまして、その SAP ノートの中には、それぞれのシンプル化に対してカスタムオブジェクトをどのように変更するべきかというようなことが記載されております。セントラルチェックシステムから ATC のツールを起動していただいて、対象となるシステムにアクセスしていただきます。アクセスするときには RFC 接続を使用して行います。存在するカスタムオブジェクトをチェックいたしまして、その結果セットをセントラルチェックシステムに返してきます。結果セットをセントラルチェックシステムで確認していただいて、それぞれの、対象の調整内容、そして調整が必要かどうかというものを判断していくような流れになります。このような流れでカスタムコード調整作業というものを進めていくようになります。続いて、カスタムオブジェクト解析の実施タイミングについてお伝えしていきます。カスタムオブジェクトの影響分析を実施するタイミングとしては2つございます。テクニカルコンバージョン前、そしてコンバージョン後、この2つが想定されております。コンバージョン前に実施する場合ですね。コンバージョン前に SAP ER システムに対してセントラルチェックシステムから ATC を起動して影響を受けるカスタムオブジェクトを特定していきます。ただし、システムはまだコンバージョンされておりませんので、実際に調整作業ができるのは一部のオブジェクトに特定されてしまいます。このフェーズでカスタムコード分析を行うのは、
主にカスタムコードの調整に必要な作業工数の見積もりを目的として実施いたします。次にコンバージョン後に実施する場合ですけれども、セントラルチェックシステムもしくはコンバージョンされた S4HANA のシステムにて ATC を起動するようになります。シンプル化によって影響を受けるカスタムオブジェクトを特定して、実際の調整作業に進みます。次に ATC の結果についてお伝えしていきます。ATC によるチェックの結果、調整が必要な可能性のあるコーディング箇所が一覧で表示されるようになります。各メッセージにはシンプル化の内容、対応の方法が記載された SAP ノートがリンクされております。SAP ノートを確認していただいて、調整の必要性、そして調整方法を決定していただきます。この画面のスクリーンショットの一番後ろの部分が ATC のチェック結果の一覧になります。一覧として表示されて該当するものを一覧の中からダブルクリックしていただくことによって詳細情報が表示されるようになります。また一覧の中で関連する SAP ノートも記載されておりますので、このノートをダブルクリックしていただくことによってノートの表示が可能です。こちらの画面ですと、対象となった調整が必要となると判断されたプログラムの中には、品目コードを使用されている箇所があったというようなチェック結果になっています。前半でもお伝えいたしましたが、品目コードというのは18桁から40桁に拡張されておりますので、例えば汎用モジュールの受け渡しで使用されておりましたら、受け取り側も40桁にコード修正が必要あるのかどうかなどの調整方法を確認していく必要がございます。次に ATC の結果を確認するための別のツールをお伝えしていきます。ツールの名称としてはカスタムコードマイグレーションアプリケーションと呼ばれるツールになります。このツールをご使用いただくことによって ATC の結果をグラフィカルに表示することが可能になっています。またツールを通してプログラムの呼び出し履歴をもとにして使用されていないプログラムを修正の対象外とスコープ外というような設定をすることも可能です。またクイックフィックスによる修正が可能なアイテムとして分類なども行えます。このクイックフィックスについては次のスライドでご紹介いたします。そしてユーセージアナリシスというのも実施することが可能です。あらかじめ使用履歴というのを SCMon や SUSG というツールをご使用いただいて、履歴を収集していただく必要がございます。収集した情報をツールの中に取り込んで、使用されていないカスタムコード、カスタムオブジェクトや廃止予定のカスタムコードを修正の対象から外すという作業が可能になっております。次に、クイックフィックスの機能についてご紹介いたします。ATC によって検出された修正箇所に対して一部のチェック項目に対しては一括修正を行うことができます。この一括修正と呼ばれているのがクイックフィックスの機能になります。クイックフィックスの機能を使用するためには ADT ABAP Development Tool というツールからご使用いただけます。このツールは Eclipse ベースのABAP の開発、ABAP コーディングを実施するようなツールになっています。この ADT から対象となるエラーを表示した後に
エラーを選択していただいて、右クリックをしていただくと、リコメンデッドクイックフィックスというメニューが選択可能になります。こちらを選択していただくと、どのようなクイックフィックスが可能なのかというのが表示される画面が出てきます。例えばこちらのケースですと、データベースアクセスが Z プログラムで実施されていましたという結果、それに対してアクセスされていたのは VBUK というテーブルであった。このテーブルのアクセスを互換ビューであるV アンダーバー VBUK アンダーバー S4 という互換ビューに置き換えるようなクイックフィックスが実行できますよというのがこちらの画面で表示されている内容になります。VBUK というテーブルは S4HANA の環境ではすでに廃止されておりますので、アクセスをこのように、クイックフィックスの機能を使って置き換えるという判断も可能になります。最後に、カスタムコードの解析を行うためのオプションとして3つ用意されているので、この3つのオプションをご紹介していきたいと思います。1つ目の選択肢としては、リモート ATC with SAP GUI。GUI の画面を経由した、ATC のチェックをする方法です。必要となるシステムとしては、セントラル ATC チェックシステムをご用意していただく必要がございます。SAP ベーシス752以上のシステムが必要となります。システムの配置場所ですけれども、お客様のランドスケープになります。既存のシステムへのアクセス方法としては RFC 接続を使用いたします。ATC の結果を解析するということはこのツールを使って可能になっています。またその結果の中から、シンプル化の情報というのも確認可能になります。使用できない機能が3つございます。1つ目の機能としては、スコープやクイックフィックスの機能をベースとして、結果をフィルターするような機能は GUI にはございません。また、使用履歴の情報を活用した、カスタムコードマイグレーションのスコーピングというのも、こちらのツールでは実施いただけません。コンバージョンのタイミングで使用していないコードを削除するということが他のツールですと可能ですが、SAP GUI 経由の ATC の使用の場合は、こちらの機能もご使用いただくことができません。次に2つ目のオプションとして、SAP Fiori カスタムコードマイグレーションアプリケーションというツールがございます。このツールをご使用いただく場合は、セントラル ATC チェックシステムをご用意いただく必要がございます。SAP S4HANA の1809以上のシステムが必要となります。既存システムへのアクセス方法としては、RFC 接続を使用いたします。こちらのツールをご使用いただくと、先ほどお伝えした SAP GUI 経由の ATC のツールですと、ご使用いただけなかった3つの機能も含めて全ての機能が使用できるようなツールになります。ですので、クイックフィックスやスコーピングを鑑みて、結果をフィルターするようなこと、そして使用履歴を反映させたマグレーションのスコーピングを行うこと、コンバージョンのタイミングで使用していないカスタムコードの削除というのも行えることが可能です。続いて3つ目の選択肢としてございますのが、
SAP Fiori Custom Code Migration Application in SAP Cloud Platform というツールがございます。こちらのツールをご使用いただく場合、システムとしては SAP Cloud Platform の ABAP Environment が必要になります。システムのロケーションとしてはクラウド上に存在することになります。既存システムへのアクセスですけれども、RFC 接続と SAP クラウドコネクタによって接続されるようになります。このツールを使うご使用いただいても、すべての機能が、ご使用いただくことが可能になります。カスタムコード調整をする場合、この3つの選択肢から、最適なものをご選択していただければと思います。以上で移行に向けて ABAP カスタムコード調整の準備を行いましょうの後半セッションを終了いたします。ご清聴ありがとうございました。